ミクトラジオ、お昼ご飯食べに来ました。どうも、モーニーファミリーです。いや、いいね。やってきました。いつぶりか。家の近くにある焼肉屋に来ました。メニューこんな感じです。安い、ムロスか、安い、安い、今日書いたたっちゃんのブログをたっちゃんがチェック中です。ディナーだと一人当たり肉 300g ついてるコースが4種類あるみたいで、 300g やったら結構な肉の量やもんね。聞いてない、私言ってんの、一人で喋ってるまあ一回なんか夜来てみるのもいいかなと思います。来てみるのもいいかもって言ってるけど、まあ行きたいやん。コースは来てこの、うん、前バラエンだろ、前、違う、前、覚えてないな、やっぱり。前、コースに頼んで足りひんかって、単品でもまた頼んで。はい。ミックスのオーブンですね。はい。こっちが 100g。 はい、でございます。すごい。1.5 倍ありそう。これさ、この間食べに行ったところと同じぐらいの量で値段が500円ほど安くて、めっちゃ美味しい。キムチ確定機やった。飯がうまい。よかった。いただきます。いいね。この前の人に、じゃあ、ちゃんといただきます。彼もまた面白い、そういう声なんですよ。全然違う。これともともと頼もうとしてたのは何が違うんやろな。何がともと頼もうと、ないですって言われた。この焼肉のミックスともともと頼もうとしてた。なんか厚切りって書いてたよ、国産黒毛和牛の。種類が1個だったりするんだな。これカルビとロースとハラミやね。全然いいわ。でもこの 1.5 倍の大盛りでも1190円って。家でやるお得かも、この量。ランチいいな。
分カルビ。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。おかわりしちゃいました。フルオナ美味しいの。めっちゃんたちのあれや、食べる量がすごい。食べたら飲む量か。ああ、もう絶対無最初はまあ3ヶ月ぐらいはしかない。慣れるまで。もう動画はあれやろ、頑張って何本か作ったから前ほど不明点減ったんちゃう。まあから、取っかかりに対する引っかかり減ってきたんちゃう。頑張ったから。次これでもいいかもです。な、思ってた。こっちもいいな。ちょっと次はステーキ食べてみたら、ダブルハラミステーキランチ 240g で 1690 円税抜き。めっちゃ美味しそう。ちょっと粉入ってるのポン酢っぽいかな、若干ですね。ああ、若干パッパに入ってみようかな。美味しい。考えることにしようですね。最後から美味しい。うん、美味しかったから一番驚いた。全部うまかったけど油の加減も柔らかさも一番ダントツ。厚み文字に起こすって結構大事やと思う。ああいうメディアみたいな感じ。動画も動画でいいねんけどな。併用していくのは結構大事やろな。出来上がり結構な感じだ。お肉の量もちょうどよかった。名残惜しいですよ、最後の1個。ごちそうさまでした。ちなみに昼飯食ってるところ YouTube 上げてもいいですか？大丈夫です。すみません。YouTuber さんですか？最近始めた。そうなんですね。また見てみます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。お腹がやばい、めっちゃ美味しかった。超いっぱい。焼肉とカラジラさん。すぐ売り切れる。美味しいから絶対に食べたくなるから。